こんにちは。気になる男シリーズ66話拝見しました。今回は無料プレゼントというものがテーマになっておりますね。今回の67話ですね、まあ、いろんな方が無料プレゼントを作って提供するんだけど、なかなかね、無料プレゼントなのに受け取っていただけない、これはなぜなんだろうかということについてお話ししていこうかと思います。皆様もね、送ったプレゼントが喜ばれないこととか受け取ってもらえないこととかってリアルな世界でも実際あるんじゃないかなと思います。というよりも、そういう経験がないとなかなかね、無料だから受け取ってもらえるだろうと、あげれば喜ぶだろうっていう風な単純な発想になりますけども、もらったら困るものとかね、何々してあげるよっていう風に求めてもない時に言われたら、はっきり言ってね、迷惑とまでは言えないんだけども、いや別にそんなんいいんだけどな、逆に気を使っちゃうよ、しかも恩返ししないといけないのかな、なんか負担だなって感じることっていうのはあると思うんですよ。ですんで、無料だからといって、プレゼントだからといって、タイミングやそのね、知らせ方とかアプローチを間違うと、あんまり効果が出ないばかりか、逆にそこでね、関係が終わってしまうみたいなこともあるわけですよね。そのことについてちょっとお話していきましょう。はい、今回ね、覆面 YouTuber タカさんから無料プレゼントが提供されてます。そのことについて言うわけではなくて、無料プレゼントという切り口で、あ、そうなんだっていうふうな気づきがあればと思って、この放送に変えさせていただいています。では67話スタートでございます。スタートだからって別にタイトルコールがあるわけじゃないんですけどね、静かにスタートしていきます。はい、まあ、ある方がね、無料プレゼントを作りました。やった、できたぞ、よし、プレゼントだ、これならいいだろう、3万円のもの、5万円のもの、10万円の商品を売ってるわけじゃない、無料なんだから受け取ってくれるだろうと思ったら、誰も受け取ってもらえなかった。登録フォーム、申し込みフォームに何の音さも何もなかったと、シーンと、なんだこりゃって感じですよね。当然ですけども、無料のものが受け取ってもらえないってことは、有料のものはまあ買ってもらえないですよね。だから無料プレゼントって、一体実際に本当に自分が売りたい商品をどのぐらいの人に買っていただけるだろうかっていうのを測る大事な試金石になるわけですよね。で、人っていうのはね、こういうふうに、例えば今回 YouTube ですけども、 YouTube でね、なんか無料プレゼントができたら、それはそれでね、すごいことだと思いますし、作ったぞっていう喜びにも駆られると思うんですよ。で、自分が思いを込めてるから、他の人も欲しがるだろうって思っちゃうし、実際内容はいいもんなんでしょうね。でも、どんなにいいもんでも、受け取ってもらって使ってもらわない以上は、どんなにいいものかってことが分からないわけなんですよ。じゃあ、無料プレゼントがなんで受け取ってもらえるのか。それは、通常の無料の動画が興味を失ってるからとも言えますけども、求められてないっていうことなんですよね、きっと。なんとなく、再生数はあるんだけども、まあ、そもそも話を聞く程度であって、何か無料プレゼントみたいな別のカテゴリーみたいなものは、まあそこまでなぁと、普段の動画見るだけでも別にいいから、無料プレゼントまでちょっとね、受け取って何とかしようと思わないよっていうふうに、実は視聴者さんの好奇心とキャパシティがもうね、マックスにいっちゃってるわけなんですよ。で、視聴者さんの好奇心が受け取る許容量よりも上がっていれば、まだこの辺で受け取る力があるんですけども、好奇心とじゃあ満足度っていうのが一致してしまうと、もうこれ以上欲しくないよっていうことになっちゃうんですよ。ですんで、好奇心をもうちょっとグッと上げないといけないんですよね。そのための仕掛けをいくつかしていくっていう段取りがあると、じゃあ好奇心がどん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 アップしてきました。そこにちょっと今回ね、皆さんに無料プレゼント作ってみたんで、いろんなアンケートの声もあったんで、じゃあこれはどうでしょうかって感じで、出していくと、その好奇心と実際に受け取りたいっていうね、キャパシティの間に隙間がありますから、その隙間の分だけ受け取っていただけるってことなんですよね。まあ、私たちも大体そうですよね。いろんなものを求めるときに、まあ例えばね、ちょっと例が出てきませんけども、まあ、テレビ番組でいいですよ。なんかね、好きなテレビ番組があって、こうやって見てるわけですよ。で、テレビっていうのは同時に2つ以上の番組を見ることはできません。で、今日夕方7時から9時までは特に見たいテレビ番組がないなっていう時に、この DVD 面白いよって渡されたら、お、じゃあ1時間半の DVD か、じゃあ2時間大好きなテレビを見る時間がポンと空いてるから、そこで見ようかなっていうふうになるんですけども、いや今日は24時間テレビだぞ、全部見るぞって、24時間テレビ大好きな人がね、ずっと見ようかなと思ってる時に、この DVD いいよって言っても、ちょっと見るのが明後日ぐらいになるかなみたいな感じで、好奇心がそっちの方を優先させられないようなね、そういうような状態になってるわけですよ。ですので、どっかで
隙間を作ってあげる。好奇心は高まっているんだけども、それを埋めるものが見つかってないよっていう状態をね、作ってあげる必要がありますよね。だからやっぱりアンケートっていうのがすごく大事かなっていうのと、その今回の無料の動画のやり取りで無料プレゼントを与えるとすると、いろんな問いかけをお互いにしていってね、回答を出してないものを作っていくっていう段取りが必要なんですよ。で、私が Q&A する、タカさんが Q&A する、そのやり取りの中で回答が出てないものをわざわざね3つぐらい置いとくんですよ、うん、それについてはちょっと後でもうちょっと深く考えましょうみたいな感じでね、段取りつけといて、わからない状態、答えの出てないものをわざと残しとくんですよね。その上でちょっと Q&A やってきたんですけども、難しい問題が3つありましたよね、これについてはちょっと無料プレゼントにして、そこで2人の回答を詰め込んでるんで、これを欲しい方はメッセージくださいねってやっておくと、あ、その3つの回答は普段の動画のやり取りじゃなくて、くださいって言わないともらえないようなシークレットものなんだなっていうふうな、そういう土壌ができるわけですよね。で、そこからスタートするといいんではないかなと、うん、あと実際に読者様の声を取るためにアンケートを配っておくっていうのもいいですよね。で、そのアンケートに回答してもらえないってことはプレゼント配っても無駄ってことなんで、とにかくいろんな形でアンケートを取っていくとかね、うん、まあ、そういうふうなことをしておくってことが必要なのかな。これは一貫性の法則にもなるんですけども、アンケートに答えた方っていうのは、それがどういうふうにその後使われていくのかってことの好奇心が出てくるんですよ。で、その分自分のキャパシティが隙間ができますから、で、そこにじゃあアンケートに答えたこちらからのフィードバックをプレゼントっていう形にすると受け取ってもらいやすいということになります。その他ね、突然プレゼントがボーンと起きた場合、これは強制的に人目を引くしかないんで、コピーを使うことになります。今回の動画のラストではそのことについてお話していきましょう。じゃあどんなオチかというと、もう始まっちゃうわけですけども、キーワードでね、即金っていう言葉を使っておくとか、無料って言葉を使うとかね、無料っていうのは今回使われてますけども、それから実績をどんどん出していくこと、この無料プレゼントに似たものを使ってこんな実績が出てますよってことをどんどんちらつかしていくことね、それから短さを出すことですよね、現実味を、うん、その無料プレゼントによって人生は大きく変わるというよりも少し変わりましたと、こういうふうな、月に1万2万が稼げるようになりました、3万が稼げるようになりました、こういうふうに身近な現実味のある数字を出しておく、現実を見せておくってことも大事ですよね。月収100万稼げましたよって言ってもね、月収100万かまたかってなるわけですよ、どうせ無理みたいになるんですよ。でも月収にプラス5000円だったらどうですかって言ったら、お、それはなんとか頑張っていけるんじゃないかなみたいなね、この5000円をゲットするためには月に1回だけ30分の作業をすればいいですってなったら、あ、だったらできるよねってことになって、蓋を開けてみたらセルフバッグのカード1枚作りましょうだったりとかね、うん、まあそれでもいいわけです、その通りなんで、うん、で、無料プレゼントってものは、じゃあその無料プレゼントを使った次のステップはどんなものがあるでしょうかってこともね、無料プレゼントを渡す前に、見せておくといいかなと。そしたら無料プレゼントをそういう段取りを踏まないといけなくなってくるんで、じゃあ受け取りましょうかっていう動機が高まるとかね。逆にですね、無料プレゼントを受け取って何の変化もなかったら、何もどうにもなってなかったらどうするっていうのは、次の手、2の手3の手っていうのも事前に知らせておくと、この無料プレゼントがもし効果がなかったら、じゃあこういうふうなものをこっちじゃ用意しておきますから、それは無料プレゼントを受け取って、ちゃんとね、動画だったら動画を見て、それでなんか結果が出なかった、行動力につながらなかったっていう方は、その後のこともちゃんと考えてますから大丈夫です、とりあえずこれを受け取ってみてくださいっていうふうにやっておくと、急に出てきたような無料プレゼントでも、じゃあそれ試してみようかっていうようなね、動機に十分なるんではなかろうかと、速稼塾の講義の中ではこういうふうに進めているんですけども、いかがでしょうか。今回67話ということでね、速稼塾の講義の内容を、まあ、一部こうやってね、私の頭を巡らして、別にシートとかないですけども、トークによってねお伝えしたような限りでございます。今回のね内容はね、速稼塾の塾生さんに、しかもその中でも動画コンテンツなりね、コンテンツビジネスをする人の中の、うん、まあ、一カリキュラムとしてあったものをここで抜粋して、短い時間でお話ししてみましたけども、いかがだったでしょうか。それではね、今度は68話になると思いますんで、68話をお楽しみに、タカさんよろしくお願いします。いってらっしゃい。